しゃあ、これで多分完璧なんちゃいますか。いきます。いっときましょうか。いきます。よいしょ。はい。ジャニー汐見のミッドナイトシスターミッドナイトちゃうやん。めっちゃいい天気の昼間ですけどね。晴天ですよ、晴天。めちゃめちゃ晴天ですよ。っていうか、ここどこですの。ここ、某千葉県の。はい、某千葉県の。某浦安です。某浦安。ね、ちょっと皆さんね、皆さんにぜひ青い綺麗な空をちょっと見てほしかったので、今日ちょっと我々の顔がちょっとふらっと映るかもしれませんが。いいっす。まあこんな感じでね、今日はね、実はちょっと千葉県の方に師範代が、お邪魔しておりまして。ようこそ。いらっしゃいました。ようこそ、ようこそ。はい。まあほんでずっとね番組内でもお伝えしておりましたけれども、千葉交響楽団の方で演奏会2人でね出演させていただいておりまして、はい、今日初日のリハーサルが終わったところでございます、はい、いかがでしたか。楽しかったですね。楽しかったですね。一コマで終わりましたけど一コマで終わったよね。サクッと終わりましたけどね。サクッとね、ほんまに、まあ、今回指揮者がね、まあ千葉交響楽団の方でも指揮者でやってらっしゃいます山下和美さんが指揮をされてて、で、まあ、うちのね大阪交響楽団の方でも今シェフしてくださってますので、まあ、変わり映えしない顔を見ながらの演奏ということで今回ね、ベルリオーズの幻想交響曲を中は2本入れますんで、2人で演奏させていただいているわけでございます。楽しいっす。楽しいね。楽しいっす。はい。なかなかこう、中和奏者2人で並んでこう、いろいろやることが少ないんでね、はい、うん、なんか置いてあるんですけど、あ、そうですね、これちょっと溶けてしまうから、はい、溶ける前に行きましょう。いえ、これ、かき氷をね。それ何味ですか。これ、ド定番土手場のストロベリーね、これはね、なんかね、変わったのがあったので、カシスオレンジっていうのがあったんで、めっちゃピンクですけど、はい、いただきます。いただきます。おいしい。あ、なるほど、おいしい。あ、うんうん、ちょっとカシスな感じがしますね。お、しかし、うん、しかし晴天ですよね。めっちゃいい天気、ほんまに幻想日和どこがやねん。思いっきり幻想日和だな、これも思いっきり幻想日和ね。いやー、うまいね、これ美味しいっすね。うまい。我々お酒飲まない人たちからすると、確かにカシスってあんまりこう出会う機会がない、ちょっとシャレオツな飲み物ですよね、はい、カシスオレンジ。昔ね、先輩と、学生の時代に先輩と一緒に飲みに連れて行っていただいて、で、お前何が飲めんねんって言われて、いや、とにかくアルコール類は何も飲めませんって話をした時に先輩が、これやったら大丈夫ちゃうかって言って出していただいたのがカシスオレンジ。全然大丈夫ちゃうやん。いや、ほんで、一口目甘いから、はい、これいけるわと思って、あ、これといけますって言って、飲んでたら、もうぐらぐらなってぐらぐらなって重曹から庄内に帰れなかったっていう。そういう時もありましたね。大丈夫ですか、これ。うん、これ大丈夫です。ベロンベロンに、これノンアルコールです。かき氷美味しいですね。やっぱこの季節かき氷やね。はい。かき氷美味しいですね。やっぱこの季節かき氷やね。はい。幻想終わったらかき氷ですね。うん。いいですね。はい。YouTuber には持ってこいの。ロケーション。本当に。はい。素晴らしいロケーション。これ皆さん、ね、空しか見えてませんけど、ちょっと見ていただきますとですね、ほら、芝が広がってるんですよ。おいえ、すごい、なんか公園がね、氷の塊、おいえ、いらっしゃる。
これなんか像みたいなものもありまして、後ろに。あ、ありますね。はい、すごいいいロケーションですよ。空もめっちゃいい色でね。ピーやそれ。それピー案件や。ね。いや、やっぱこの時期かき氷ですね。間違いないですね。間違いない。うまい。うん。これ、はい。トークテーマあるんですか？ナイス。とにかくかき氷食いながら収録してるだけ。いいロケーションがあったんでね。とりあえず回し、はい、回しとこと。何かに使えるやろ。あの、いずれ、うん、スケジュール的に厳しくなる時が来るのは目に見えてる。目に見えてるね。そうそう、本当にね。一コマで終わったらもうすかさず撮る。そう。もうね、だから、あの、いつも会う人会う人に言われます。ようあのペースでやってんな、言うて。嘘ね。みんなに心配される。今から、はい、今日から2週間前の分の配信の、はい、息入れろ、はいはいはい、特別キャンプ、はいはいはい、の動画で、はい、ジーマ航空学団。はいはい、ジーマ航空学団。アイシャーラエスポンサー。はいはい。これ、あの、ビーストロンボーン。はい、ビーストロンボーン。はい。ティロンボーン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 のアイシャーラエスポンサー。はい。エスポンサー。この動画を見てください。はい。激しく同意する。ね。もう、少しでも、あれが、浸透していくことを。いや、本当に。はい。願ってそうですよ。そうですよ。やっぱりね、こうなんか中和奏者以外の人たちとかね、うん、見ていただきたいですよね。そう。うん。指導者の方。うん。はい。もう、ね、頑張りましょう。そうそう、はい、本当にね、ちょっとずつ頑張っていくしかないですよね。はい、こう認知度を上げていくというか。はい。はい。というかもう、皆さんこれ、我々の顔、真っ黒系に見えてるんじゃないですか。え？ほんまや。黒すぎるな。これでもパソコンの画面とかにしたらもうちょっとあれなんですかね。かもしれない。モニターだと。かもしれない。でもあの意外とこういう雑談、はい、好きな方いらっしゃるかもしれない。ああそうですよ。あの、はい、なんか一緒にテーブル囲んで話してるみたいな感じになるんでね。アイスでも出してもらって、うん、風呂上がりで、そうそうそう、はい、みんなでなんかね美味しいもんでも食べながら、うん、だからライブ配信の時ってそんな感じじゃないですか。あ、そうですね、うん、はい、この間っていうのはその去年のツアーというか、うん、演奏会の時って、うん、まあ、基本お姉さんがファースト吹いて、はい、お姉さんがセカンド吹いて、うん、はい、で今日はこのお仕事を逆だったじゃないですか。はいはいはい。なんかトリオでやってる時の感じと、うん、こういうのオケでやってる時の、うん、お姉さんの感じって違いってあります？ありますよ。あります。もうそれはもうめちゃありますよ。あのだってね、宮西海で演奏会してるときはもう、はい、もう歯取れるぐらいの勢いでだからそばから吹いてましたからね。歯取れや言うとと無伴奏やそれ中爆しか分かんない。まあほんまもう唇を酷使しながら毎日やってたんでね。今回セカンドなんでもう屁こいてっぽいですよ。いやもうほんとでもまあまあ隣でねこう
こっち、もう自分の右側から音が聞こえるって新鮮じゃない。まあそうですね、右側からチューバ聞こえるの音が新鮮ですよね。そうなんです、なかなかないんでね。確かに確かに、うん、いや、いいなぁと思いながら。いやー、うん、そう、そう、こっちからチューバはなかなかないですもんね、うんうん、そうなんですよ。やっぱオケ入っちゃうと、うん、ね、特にそう、自分のファースト複合が多くなっちゃうね、はいはいはい、うん、なんで幻想って吹いてて楽しいんだよね。そうですよね、うん、僕ね、ちょうどあの先日終わったばっかりで、はい、その時の、その時はオーウェイズ、はいはいはい、テンポ感なんか全てが違いすぎて全然体に入ってくるいや、遅かった、早かった、うん、遅くて早かった。どういうこと？でも最後、語学賞は、うん、めっちゃ早くて、うん、ドレミレミファミファソもあそこトリプルだったんだけど、うん、ずっとトリプル。もうじゃあ最後もタカタタ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 みたいなトリプル。タカタタ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 タ速さを確認、体感してもらえたらすごいな。でも今回息持たないですもん、だからその時の感覚のままやから歴史的な演奏やったんですね。もうなんか、まあ、大上さんっていう、はい、はいはい大上さんすごいですからね。あの何言ってるか分からない。あれね、ええ、そしたら、すぐさせて、お願いします、みたいな、もう、何言ってるか、全く。でも、はい、多分伝えたいこととアイディアがありすぎて、そう。そう。声帯がついてきてない。そう、喉いってもてるから、ね。喉いっちゃってるから、もう。あれ、すごいよね。うん、まあ一種の天才ですよね。はい、あれは天才だと思う。はい、なんか本当に言いたいこと喋りたいことが山ほどあって、そう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 、目バキバキなってるっていうね。音楽家ですよね。すごいよね。はい、うん、偉大な音楽家だと思います。偉大ですよ。はい、そうか、大江さんの幻想そんな早かったんです。すごかったですね。うん、はあ、僕もうシングルでいけても、うん、結構早い段階で僕だいぶトリプルに切り替わっちゃうので、うん、勝手に。うんうん、だ僕は全然大丈夫だったんですよ。はい、普通に通常シングルで、はい、しかやってない人は、うん、結構大変そうでした。なるほど。はいはいはい。タタ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 タやってる人は、はい、俺なんじゃこれみたいな。そうそう。で、あれチューバは、はい、タタタタタタってあるけど、タタタタタタタなんですよ、みんな。そうだから、みんなはなんか意外とだから、タカタカタカでもいけるんですよ。なるほどね。はい。タカ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 タタカタカタカタでもいけるんで、そうそう。で、僕らタタカってなるから、そう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 。意外と難しい、そうそうそう。なるほどね。まあ、あそこの最後のところはどうしました？トリプルでやるときって、はい、タタカタタカタタタカタタカタタカタ、はい、タタカタタカタ、なるほど。違うんだよ、ああいうときだけ跳躍するときだけタカタタカタタに切り替える。タカタカタタ、あ、切り替えた方が音が上にポンとチェンジしやすかったりする、うんうん、確かにカノが、うん、食っていけますもんね。そうそうそう、次にね、引っかかりやすい。そうそう。あ、なんか、無謀な、不毛な配信になる予定が、ちょっと有毛なトークに。意外と。うん。タタン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 、はい、僕、タカッ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 。あ、なるほどなるほど。今日それでちょっと一瞬練習してみたんですけど、はい、どっちかなと思いながら。はい、あ、でも、なんとなくそういうふうに、そういうふうな聞こえ方して。あ、うん、多分。たたん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 、はい、たたん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 じゃない。あ、変えてますね。あ、なるほどね、はい、なるほどね。
いろいろあるんですよ。いろいろあるから、そのままの指使いで2番3番だけでいける時もあるし、いけるんですけどね、うん、それでやった方がうまいこといく時もあるし、タタン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 ってやる時もあるし、これ嫌ですもんね。そう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 、はい、やっぱ4番押す時にね、うん、ちょっとタイミング3番、はい、2番3番でこう2番押しといて3番押すっていうタイミングで、また離すタイミングも嫌なんです。そうっすよね、うん、これこのデス外れやすいですしね、うん、そうそうふるっていきやすいし、そう、あそこ嫌なんだね。いや、まあ幻想面白いですよ。ぜひ皆さんね、演奏する機会があったらぜひ、まあ、頑張って練習してやってみていただきたいですし、うん、アマチュアオーケストラでも結構やってるオーケストラありますからね。やりますよね、うんうんうん、ね、ぜひその時はね、この動画を見ていただいて、マクロ系ですけど、めっちゃ本当に映ってる、何が映ってるか全く見え、あ、ここまで来ると見えてる。こうすればいける。あ、そうそう、空を隠すと明るくなる、はい、こうすればやっぱこう座った方がいいかな今さらまあ、まだちょっと別のロケーションでまた収録しましょうね。ね、これでもう今週はブンブン回しといてもいいと思いますよ。真っ黒な顔で。はい。やにしを見ろ。ミッドナイトシスターズでした。皆さんありがとうございました。おやすみなさーい。いや、昼か。昼か。おやすみなさーい。いや、これ真っ黒系やで、これこれあかんっすね。まあ、ラジオとしてそう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 、音声だけ楽しんで、音声だけ楽しんでいただきましょう。はい、いや、こんな昼間から、昼間からね、かき氷かくらってね、お姉さん言うて、お姉さん言うて、おっさんがミッドナイトシスターズ、真っ黒のおっさんが昼間やの、かき氷、こんないい天気の、こんな素晴らしいロケーションの中でね、これもう一本、うん、ソフトクリームでもう一本取れるいけるけどね、あさり飯でもう一本ここで取ればいや、あさり飯ちょっと場所変えて、芝の方行ってもいいしね。すごい、めっちゃキンキラキンやね、そうそう、ピー案件それはピー案件や